こんにちは、粟田洋介です。3月の半ばになり、もうすっかり春っていう感じですね。今年は特にすごい暖かい気がします。春といえばパステルカラーって感じがします。なので今日はアクリル絵の具でパステルカラーを作って絵を描いていきます。パステルカラーの作り方はすごい簡単で、とにかく白を多めに混ぜるということですね。いろんなパステルカラーがあるんですけど、なんとなくピンクとかミントグリーンとかパステルイエローですね。なんか個人的にはその3つが春っていう感じがします。ピンク、こんな感じですね。何対何とかわかんないけど、白10に対してマジェンタを1とか2って感じで加えました。もうちょっと多かったかな。ミントグリーンですね。こんだけの白に対してほんのちょっとグリーンですね。なんか10分の1ぐらいかもしれないですね。ちょっとね、パステルカラーになりますね、こうやって。パステルカラーってもちょっと濃くてもいいし、もっと薄くてもいいし、好きなようにやったらいいと思います。最後はパステルイエローですね。このぐらい。色によってはちょっと多めに入れた方がいい場合もあります。こんな感じですかね。パステルカラーができました。今日はこの小さいキャンバスに描きます。ちょっと今こんな感じになっていますが、淡いソフトな春らしい、なんだか今着ている服と色が似ていますが、もっとここに違うパステルカラーを足していこうと思います。絵を描いてる人の絵になってきていますが、せっかくなので、なんか春らしい感じにしていきたいと思います。
こんな感じの春っぽい絵が完成しました。タイトルは絵を描く人です。ほぼパステルカラーなんですけど、この辺とかね、パステルカラーじゃない色も少し入っています。なんか春になると暖かくなって葉っぱが出てきたり、お花が咲いたり、気分的にも嬉しいし、ポジティブなイメージばっかりの季節です。そんな季節を思わせるパステルカラーを見ると、なんかその春になると同じようなポジティブな気持ちになって、パステルカラーって綺麗で個人的にすごい好きです。ということで、今回はパステルカラーで絵を描いてみました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。